本番ではピット離れに少々ばらつきがあり、このままですと2コースと3コースの定番が入れ替わっての並びとなりそうです。ボートレース3区に競争水面上続いてのカード1号艇と3号艇が A 級レーサーの企画レースです。3区に朝ズバ第3レースです。対戦メンバーは1号艇岡谷健吾、2号艇樋口義彦、3号艇市川哲也、4号艇香川壮太、5号艇梶山亮と6号艇渡辺悟、以上のメンバーです。進入インコースから1番3番2番4番5番6番です。スタートしました。2号艇の樋口、そして1号艇の岡谷好スタートを切っています。インから逃げ体勢、1号艇の岡谷、まくる2号艇の樋口、刺す3号艇市川、内から切り込む5号艇の梶山です。バックストレッチに入りまして、先頭は1号艇岡谷健吾、リードは3艇身ほど、2番手争い3号艇の市川に、内からは5号艇梶山、外を2号艇樋口、1艇身半差4号艇の香川と6号艇渡辺もほとんど差がなく追走。スタートは正常です。1号艇岡谷先頭、6号艇渡辺、握った5号艇の梶山、内から切り込むのは3号艇の市川と4号艇香川、2番手争い混戦ですが、外5号艇の梶山がわずかに前、内3号艇の市川、4号艇香川もほとんど差がなく追走して、外には6号艇渡辺で2周1マーク。2番手争いは先前する3号艇市川、小回り4号艇の香川、切り込んでいく5号艇梶山、6号艇の渡辺です。先頭は人気に応えました1号艇岡谷健吾、2番手争いは内から再び先前する3号艇の市川、差し返しを狙う5号艇の梶山ですが、3号艇の市川わずかに前か、しかしぴったり並んで5号艇梶山と接戦です。先頭1番岡谷がゴリ、2番手接戦、3番5番5番3番接戦でゴール、6番渡辺、4番香川、ラスト2番樋口がゴールインです。シリーズの最終日、上空はすっきりと晴れました。気温は上がって現在12度です。風の方は緩やかな南風のコンディション。迎えたカードは一般戦の第2レース進入、内側から1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしました。一般戦第2レース前提、それほど差がないスタート。その後は1号艇3号艇出ていく、1号艇川崎が逃げる、3号艇浜崎がまくり刺していく、その内側からは2号艇小林元希、向こう正面は3号艇浜崎が一歩リードを奪っていきます。スタートは前提正常でした。先頭3号艇浜崎、追いかける2号艇小林に1号艇川崎、一緒に巻く3号艇浜崎がトップで旋回していく、そのまま振り切っていきました。ボートレース玉川第7回ホットマンカップ準優勝コレース制6日間開催の4日目、中盤カードに入っていきます。第5レースの予選が始まりました。バック側確定はスローダウンで 1,2,3,4,5,6 枠なりの気配となっております。2番の柴田から4番アルガエとなっていました。 1,2,3,4,5,6 スタートを切りました。4角からシノイサーと4号艇のアルガ達也、フルダッシュからそこから仕掛けていきます。スロー勢3艇の上を飛び越えた4号艇アルガ達也、あとは中をついて5号艇大沢風紀になっています。スタートは前提正常でした。4号艇アルガの4角まくり、それに乗っていた5号艇の大沢が2番手優勢も、内側から2号艇柴田がぐんぐん上がっていきまして、2番手争い並走、後ろ6番1番3番となっています。スタート正常から2マーク、4号艇の後ろ2号艇の外行った5号艇ですが、あっとっと5号艇アクシデント発生となりました。ボートレースはこのアラホー賞シリーズ4日目、
前半最後の第6レース、このレースも企画戦です。第6レースはフクロウ6です。注目の企画戦、進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番6番5番です。第6レースフクロウ6スタートしました。インから1番の石倉陽子、4から4番の赤峰もいいスタートです。1周の1幕、3番の宇野健太もまくりに行きましたが、まずは逃げた1番の石倉陽子、2番手にはなんとか3番の宇野健太が、3番手争いが3手、内から5番4番2番3人並んでいます。新外6番の石倉匠です。スタートは専用でした。まず上2手が1番3番、1番石倉陽子、3番宇野健太、あとは3番手争いなんですが、今3番の現在の気温は11度、スタートラインに対しては追い風の傾向で風速は 2,3 メーターの状況となっています。迎えるカードは第8レース、対戦メンバーです。1号艇は山川隆弘、2号艇尾崎哲也、3号艇池上隆之、4号艇松田裕樹、5号艇高浜義久、6号艇笠野幸恵です。最終のスタイル内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コーススタートを決めたのはインコース1号艇の山川と、ダッシュからは4号艇の松田です。1マーク1号艇先に舞う、3号艇握っていく池上、素早く差し込んだのは4号艇の松田です。バックへ入りまして、先頭はこらえたか、1号艇の山川隆弘、2番手から続くのが4号艇の松田です。なおスタートは前提正常でした。2マークを目指します。1号艇山川先頭、2番手追走が4号艇の松田、その内側から接近は3号艇の池上ですが、方面帰りまして先頭は1号艇の山川です。リードを一気に広げました。1号艇の山川、2番手からは4号艇松田、3番手は3号艇の池上で2周目に入りました。1マークをトップクリアが1号艇の山川です。インコースから懸命の踏ん張りで1号艇山川先頭、4号艇松田が2番手を続きまして、上位体系は1番4番、3番手に3号艇池上で、4番手以降5号艇6号艇2号艇が続いています。5艇が0台へと仕掛けていく、なかなか激しいスタート合戦ということになりましたが、先頭は1号艇の山川です。0台後半のコースタートから1マークを踏ん張り切りました1号艇山川、そして2番手追走は4号艇、こちらは0台半ばトップスタートでありましたが松田、3番手からは3号艇の池上ですが、4番手からじわりじわりと5号艇の高浜が迫っていきます。3号艇池上は3番手ターン、そのうちを狙う5号艇ですが、上位体系は1番4番3番となっています。先頭は1号艇山川です。絶好枠地元の陰線に勢いを見せました1号艇山川、2番手追走が4号艇松田裕樹、3番手からは3号艇が続いて1組、上位3艇は1番4番3番でゴールを迎えます。8レース、先頭1番山川ゴールイン、2着4番松田ゴールイン、3着3番石上ゴールイン、5番の高浜ゴールイン、6番の宇佐野ゴールイン、7番の尾崎ゴールイン、以上天ヶ崎第1です。